ご苦労様です。マチルはどうしてここへ？木が折れる、すごい音が聞こえたから。もしかして妖魔が暴れてるんだったら嫌だなと思って。ああごめんなさい、森の木を折ってしまいました。それはいいんだけど、かすみちゃん髪の毛に葉っぱがたくさん。一体どうしたの？これは木から落ちてしまって。かすみちゃんが？珍しいね。それだけ兄さんが上達したということです。でも私は帰ってお風呂に入らないと。兄さんは私がこのままでもいいと？別に食べなくても。でもお風呂にも入りたい。どうします？兄さん、それ本気ですか？一緒に帰ってから出直してきた方がいいかな、なんて。絶対そうです。臭いと思いますし。というわけで申し訳ありませんが、出直してきます。はい、準備しながら待ってます。ですね、兄さんがグズグズしてて焦げていたら恨みます。何か？
どうやらあそこで焼いているようですね。さっさと行ってみましょう。兄さん、早く。トーマさん、かすみちゃん、こっちですよ。あ、来たのね。いらっしゃい。下ですごい音を立ててたのはトーマくんたちなんですってね。環境破壊はほどほどにね。兄さん、そのほら、そんなの嫌です。あら、かすみちゃん、どうかしたの？いえ、別に。人をまるで食いしん坊のように言わないでください。兄さん、あなたは妹に対して何か誤解があるようですけど。お楽しみのところ大変申し訳ないんだけど、何か？芋ならないわよ。遅いから全部食べちゃったね、マチル。お芋がない。ええ、食べちゃった。食べちゃった。ええ、芋がない。芋、焼き芋。兄さん、どこに行くつもりですか？そもそも兄さんが鼻歌なんか歌いながらシャワーを浴びてるからこんなことに。黙らっしゃい！ねえ、かすみちゃん、トーマくん死にそうだけど。私のお芋、私の。お姉ちゃん、だからダメだって。だってお姉ちゃん、さすがにトーマくんに死なれちゃ困るものね。お芋が、お芋が。
本当はお芋あるのよ。そろそろ食べ頃じゃないかしら。お風呂に入ってくるって聞いたから、お芋を火の中に入れたのは遅かったんです。なのにお姉ちゃんたら食べちゃったことにしようなんて。なんでそんなことを。かわいいいたずらじゃない。ちょっとからかってみただけよ。からかうって。あんなに怒るんだもの、トーマくんかわいそうよね。ね。兄さん。それくらいにして、お芋食べませんか？あまりのんびりしてると、今度こそ焦げて本当に食べられなくなっちゃいますから。そうね、そうしたらその時こそトーマくんの命はないもの。というわけで、かすみちゃんも早く食べましょう。そうですね、ここで無駄に時間を浪費してもなんですし。見かけなかったりだけど、毎日なの？場所がここでないというだけで、仕事がない日はほぼ毎日です。兄さんはまだまだ発展途上ですから。あら、ずいぶんと厳しいのね。かすみちゃんは相変わらずリッパーは使えないの？残念ながら。それが一番大変ですよね。トーマくんって最近なんだかすごくたくましくなったわよね。ちょっと好きになっちゃいそう。お姉ちゃん？兄さんはまだまだ恋にうつつを抜かしている暇はありませんから。残念ながら。あら、手厳しい。
くん、お芋を食べてる？足りないんじゃないですか。もっと焼きましょうか。兄さん、何ですか？何かすごく物言いたげですが。そういえば、トーマくん、相変わらず彼女はいないの？兄さんにそんな暇はありません。そうよ、私はトーマくんに聞いてるんだけど。それともトーマくんのことはかすみちゃんを通さないとダメなのかしら？そういうわけではありませんけど。忙しいだけ？トーマくん鈍いからな。焚き火を囲みながらトーマくんをいじめるのもいいかしらと思って。トーマくんがもうちょっと鋭かったらみんな苦労しなくていいのになって。うちのマチルもね。言わないで。まあ冗談はともかく置いておいて、トーマくんがこの中で彼女に選ぶとしたら一体誰かな？そんなバカバカしい質問をしなくても。まあそう真剣なものじゃないのよ。例えばどんなタイプが好きかって話だから。私のような大人の色気があるタイプがいいとか、マチルみたいに可愛らしい天然がいいとか。かすみ、どんなタイプがいい？どっちがいいんですか？そうですよ、トーマさん、どうなんですか？そうよね、やっぱり大人の魅力よね。あら、つまんない。そういうものか。トーマくんをいじめられないとつまらないから。
鬼の剣の封印の確認です。毎日決まった時間に行ってるんですよ。そうですね、あれほど凶悪な武器ですから。ただいま。今日も異常なしよ。お疲れ様です。頑張りましょうね。あらあら、マチル、起きなきゃダメよ。トーマくんがかすみちゃんに殺されちゃうから。そんなことしません。あら、そうならいいけど。兄さん、落とさないようにしてあげてくださいね。トーマくん、ごめんなさいね。マチル、重くない？ならいいけど、足がしびれたら遠慮なく落としてもいいから。マチル？トーマさん、そんなこと。兄さん？トーマさん、そんなに。あらら、夢の中で何かいいことしてるのかしら。兄さん、どうやらトーマくんは夢の中では大食感のようね。よかった。別に。アイスクリーム美味しい。トーマさん、兄さん。マチルらしい夢だこと。でもちゃんと寝かせた方がいいんじゃありませんか。いくらなんでもここでこんなに熟睡してると風邪をひきます。ほら。じゃあ今日はここでお開きにしましょうか。トーマくん、ご苦労だけど、マチルを中へ運んでもらっていい？私は火の始末をしておきます。お願いね。今日は楽しかったわ。ありがとう。兄さん！
いけないんだ。おはよう。なに？意味不明になってるわよ。トリフの大爆笑？どうしてって。兄さん？寝ぼけてるんですか？朝です。もう起きてください。具合でも悪いのですか？やっぱり変。開けますよ。ちょっと何してるの？誰かいるのですか？早く。兄さん、そこをどきなさい。あけなさい。そうですか。そういうことなら。これはどういうことですか？兄さん、どういうことなんですか？さあ、キリキリ説明しません！往生際の悪い！私のトーマをいじめないで。バカだいぶうなされていたみたいだけど。なんでって。いやーね、忘れちゃったの？昨夜のこと。もう何言ってるのよ。寝ぼけてないで起きてよ。ちょっと、何をブツブツ言ってるの？こう？あら、ごめんなさい。当たり前でしょ？
っぱり何か変ですよ。具合でも悪いんじゃないですか。あら、私は何も。まあとにかくこれで公認の仲ということで。大丈夫、私が慰めてあげるわ。やだ、私のこと忘れちゃったの？してるの？寒いわ。
ご挨拶ね。かすみに起こしてこいって言われたから来てやったのよ。のようね。じゃあ朝食の支度ができているから着替えたら降りてきてね。言ってるの？もういいわ、私があげるから。何よ、私はこういう鬱陶しいの嫌なのよ。朝はこうパーッと明るいお日様が。いいじゃない、いっそ既成事実にしちゃえばいいのよ。あら、私は本気よ。あら、着替えを手伝ってくれるの？
いやー、ここまで見事に引っかかってくれるとは思わなかったわ。ほんと、いじりがいがあるわ。兄さん、見損ないました。信じてたのに。私も見たかったわ、トーマくんの。ね、あ、お、まだわからないの？あんたはみんなに騙されたの、担がれたの、おちょくられたの。本当に鈍いわね。みんなグルになってトーマにドッキリを仕掛けたのよ。反応遅っ。こと言ってまんざらでもないようだったけどね。うん、私は普通ですよ。ええ、普通です。すみませんね、生まれつきこういう顔なもので。もうこんな時間、学校に遅れちゃうよ。あら、ほんと、ちょっとおふざけが過ぎたかしら。遅刻しちゃうよ。あらあら、まだお化粧が終わってないのに。だから学校に化粧して行くなって言ってるのに。それじゃ行ってきます。あー、お姉ちゃん待ってよ。それでは兄さん、行ってきます。後片付けと戸締まり、よろしくお願いします。今でも優柔不断だからこういうことになるのよ。全員を愛そうとすれば全員を失うことになるのよ。
ちょっと、そこで何してるのよ。はあ？何言ってるのよ。いつからいたの？からそこにいたのよ。それで何しに来たわけ？うちは食堂じゃないわよ。お客様にお出しするものはあるわよ。だからお客様にお出しするものはって言ってるでしょ。わからない人ね。今ここにお客様はいないでしょ。トーマ、仕方なく私が暇つぶしに遊んであげているシスコンの冴えない男よ。お金持ってるの？帰れ。うちはボランティアじゃないっつーの。断る。それは出世する人間の言うことだ。何を逆ギレしてるのかな。働かざる者食うべからずという言葉を知らないか。あ、こうちゃんおかえり。ちょっと何言ってるのよ。そっとしておいて。こうちゃん、デートだって言ってたけど、また振られたみたいね。うるさい。バカみたい。誰が拝金主義者よ。言われようね。いいわよ、米一粒でいいのね。はい。兄さん、
どうしたのじゃありません。何をみっともないことしてるんですか。愛も兄さんに変なことさせないでよ。あら、ご挨拶ね。変なことやってたのはこいつの勝手でしょ。私は知らないわよ。兄さんはすぐに悪ふざけが過ぎるんですから、周りの大人が止めてあげなくちゃダメじゃないですか。ふふん、お目付け役も大変ね。何かというとすぐ兄さん兄さんって。ほんとあんたたち兄弟は仲がよろしいことで。どういうことかしら。あら、はっきり言わないとわからないかしら。兄がシスコンなら妹はブラコンだってことよ。大体ここに何しに来たのよ。それは大方愛しいお兄様を探しに来たんじゃないの。どうやら図星のようね。家に帰ったら朝食がそのままだったから、もしかしてここかと思って。気がついてなかったんですか。呆れました。あんなに分かりやすいところに置いてあったのに。もういいです。お取り込み中申し訳ないけどね、千葉喧嘩なら家でやってくれる。こんにちは。トーマさんって来てますか。